後でアンインストールしとこう。ああ、あれやろっかな。最近、また、This War of Mine をちょっとやってまして、あれね、暴走モードをお届けしようってやってたんだけど。それやるか。やるやる詐欺になっちゃうもんな。なんか、ちょっと、最近のコメントで、倫理観全部捨てたやつ見たいなーっていうのも見たし。うんうん。うん。まあ失敗するかもしれないけど、じゃあやってみっか。あ、ダークは落としてるよ。うん、一応インストールもしました。そうね、そこら辺、せっかく言ってもらって買ったやつをやらないともったいないから、そこら辺を一個ずつやってってもいいかもね。ちょっと待ってね。これ、うまいことやらんと。映らないんだよな。よいしょ。こうして、This War of Mine。いけたかな？さて、映ってる、切れてない、大丈夫かな。音声とか聞こえますか。 This War of Mine の、アースパチャありがとう。 MM さん、よかった。じゃあちょっとやるか。音声、まあまあ、このゲーム静かなゲームだから大丈夫だと思います。まあ最近途中までやってるやつもありますが、新しく始めるで、結構ね、生存ルートも探しました。どれがいいかな。最近気づいたのは、このアリカっていう、この女の子がアリカっていうんですが、アリカがいるシナリオはかなりその暴走モードができるということが分かりました。じゃあ子供のいるこれやってみるか。アリカ、イバノ、ヘンリク、いいですよ、全部消えて。こっち、失敗したらごめんね。てかこのゲーム失敗してもタスクマネージャーでバババって消せばね、ちょっと前にタイムスリップできるんですね。第一日目から冬将軍到来？やばないそれ。初めてやる。ボゴレンは包囲されており、ここでは毎日がサバイバル。大変ですね。まあいろいろありまして、オッケー。急やな。どうしようか。子供、なんか使えんのかな。ストーブはあんの？ストーブないのか。ストーブあるな。いやけど、ストーブうんぬんよりかは、あなた、瓦礫除去できんの？子供。いやー、子供できないか。じゃあ、大人で瓦礫除去をしよう。ここは開かない。オッケー。じゃあ、お子さんは、これ少年な、イバノ、ヘンリクの孫。ああ、じゃあヘンリクはおじいちゃん。ああ、そうですか。えぐいスタートだな、ヘンリクとこのイバノ。とりあえず、どうしよう、難しい。気温が0度下回ってるでしょ、冬将軍スタートだったら。
0度は下回らない方がいいのかな。まあ、今日とりあえず何をするにしてもあれだ、この建物内のリソースを使えなきゃね。食料発見ありがてえ。今の鍵開けとかできんの？できないよね、お子ちゃまだものね。そうだね、ごめんごめん、できないよね。俺もできないもの、そんな鍵開けるとかさ、できないですよね。いい子だもの。いい子かどうかは知らないけど。さあどうするか。とりあえずヘンリク、イバの、焚き木を足して。あ、ちょっと待って、どうすればいいかな。何がやるの正解だろう。これ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 、やっぱり金物工作場がないと何もできないと思うので、まずそれを作ろう。どこに建てる？ここ。おっとっとっと、違う。止める。今のは、ここら辺の探索をお願いします。で、ヘンリクは金物工事を作ってもらって、なんだっけ？アリカか。アリカで、ここら辺のリソース回収をさせる。ね、でヘンリクが完了したからバールを作らせて扉とかをねぶっ壊せるようにしときます。よし、今のご苦労さん、戻ってきな。とりあえず0度を下回るのは不正だけど、気温が低いとね、確か体調を崩しやすくなるので、まあ、なるべく高くしたいんだけどな。何事もな、そこら辺バランスよく、はじめやっぱり物資が足りない時ってどうしようもないので、その気温も保ちつつなんとかしたいなという気があるんだよな。あら、システムエラー。ちょっと待ってね。家変わったよ。家の形変わったよ。ああ、大変。ここはまず開かないでしょ。ここ。また、いわくごめんな。せっかく、今のか。今の、せっかくなんかいろいろ回収してくれたのに、またやってくれ。すまんすまん。うちのパソコンがな。落ちちゃった。ああ、そこ無理か。どこ回収させる？ここ開く？開かないよね。今の？今のはそこ。じいさんはここ。ヘンリクは金物を作らないといかんのです。1にも2にも金物工作所で、ストーブはどこにある？地下にあるな。 OK、 まだこの This Wolf Mine 初めてゲームしたての頃、そのまだシステムとかよく分かってない頃、ストーブってあるだけ建物あったかいよねって超現実的に考えてさ、あの数少ない物資を無駄にしてストーブ3台ぐらい作ってたんだけど、1台で十分温まるということを後から知りました。
なんて無駄なことをって思っちゃったな。オッケー、孫頑張ってるね。いいよ、いいじゃないの。じゃあちょっと孫やる。あ、孫ここら辺の材料回収よろしく。じいさんがもうちょっとしたらあのバル作るんで、それまでね、イバノは頑張って材料集めよう。よっしゃ。あ、違う違う違う、イバノはこれ。よいしょ。おや、イバノはこれよ。よいしょ。じいさんはここの瓦礫よろしく。よし、イバのやることなくなったな。ちょっと焚き木を足しといて。で、アリカはここの材料回収。バールはあるんだよな。やるか。イバのなんかすぐどっか行こうとするけどさ、材料回収だけお願いします。子供はか基本勝手な行動をするので、指示をしたら簡単なことならできるんだよね。あと、何？あとあと、その、ネズミを捕らえて食料にするんですが、そういうのも大人が教えたら、あとあとできるようになります。余裕を持って、イバのやることなくなっちゃったな。まあ、とりあえず、焚き木を2個増やしたんで、もうちょっと気温が上がるは。あ、じゃあ、イバのね、あなた暇でしょ？あの、ここで、雪、集めて、後で溶かして水にするから。暇だな、今やることないから。じゃあ2時間半雪を集めてもらっていいですか、孫よ。訴えられるぞ、虐待だって。よし、ここら辺 OK、 上行ってバルで開けよう。アリカじゃない、イバの焚き木足してこの建物内は4度になったのに、イバのだけすげえ寒いところでずっと作業させられてるって地獄だな。よっしゃ、ここ開けて、頼むよ、みんなチャキチャキ動いて、チャキチャキね。空腹は待ってくれないからね、働かざる者食うべからずだから。孫もおじいちゃんも関係ないから、そんなの。え、今の終わったの？じゃあもうここら辺の回収よろしく。まあ実際問題、こういう戦争状態になったら大変なんだろうね。初日からちょっと待って、とりあえずイバノとじいさんは寝かせる場所が必要だから、ベッド1個は作らなきゃいけないよね。初日から床で寝るのは辛すぎると思うんだ。違う、ごめんごめん、イバノは俺のミス。あ、ミスじゃなかった、大丈夫。あー作れないか。いや8時まで大丈夫か。今のはここを回収、じいさんはここを開ける。いやどっちみち作れないな。一応チャレンジしてみるか。
30分でベッド作れたらアリカは天才だと私は思う。よし、集めました。探索10、10、10。いや、アリカに探索させる。で、ヘンリクは寝てない。あ、ヘンリクは警戒。子供は寝かせる。床に。部品材料がすごくたくさんありそう。半壊したところは危険。じゃあ廃墟の邸宅に行こう。物々効果に応じる様子はない。人がいるのか。じゃあここに行こう。幽霊屋敷。一応バールおじさん。ただ今回、まあその何、倫理観を置いてやるプレイスタイルなので、アリカがやられてしまったらちょっとタイムスリップしなきゃいけないような気がしてる。アリカが命綱だからね、このパーティーというか。ここがあるから金網だな。まずここら辺がいらない。で、これがいる、これもいる。 OK。 はじめは家の防御力を上げないと、人というか襲撃者が来た時に対処ができないので、なるべく家の防御力を上げたいと思います。ああ、木とガラクタの割合見てくるの忘れた。よいしょ。なんかいっぱいある。まだいいです。やった、バールが光る。このゲームね、バールでも戦えないことはないんですが、バールだとね、一撃で倒せんのかな、倒せなかったような気がするんだよね。だからやっぱり一撃で倒すためには、なんだ、シャベルかナイフが一番早かったような気がする。だからナイフを手に入れるために武器は持ってった方がいいよな。よいしょ。バカンと開けた。さて、いいね、いいね。よし、これで戻ろう。木が足りなかったらどうしよう。まあまあ、それ次割合見て考えよう。とりあえずここは初っ端からいかに武器を集めるかだな。2日目、冬将軍真っ最中。ウィーバーのは明らかに調子が悪そう。そうだね。じゃあ、とりあえず作って。で、アリカは疲れているとこ悪いが、ナイフを作ろう。ナイフ作れた。あと1個足りない。今日来るかなあいつ、商人。物々交換しに来るかな。来てくれたらワンちゃんだね。とりあえずアリカを寝かせよう。グランパーっつった。説明。息子よ。いや違う、孫よ。なんか喋っとんな。もう終わったの？いいならいいけど。あれ、動かない。これは、あ、大丈夫だった。なんかのチャプターで
子供と喋るとそこから大人も子供も一歩も動けなくなるっていうバグがあってね一日の大半をそこに突っ立って終わるっていう、もうとんでもないことが一回あったんだけど、今回は大丈夫でした。さて、まあ、商人が来る前待機。よし、じゃあここで途中から来てくれた方いらっしゃいましたら、コメント欄にカタカナでノッと打っていただければお名前をお呼びしていきたいと思います。ここら辺は端折って早回しにします。もし動画にするならね。砂漠さんいらっしゃい、大相撲さんにマーさん、ウロさんいらっしゃい、シャコさん、コナミさんいらっしゃい、ホノヤンさんもいらっしゃせ、キャリオカさん、カノコさん、SD さん、フジさん、エミミンさんいらっしゃい、水波フオさんいらっしゃい、アイカさんいらっしゃいませ、リンさんに、チェンド、ユイさん、ダテイザヨイさん、ジュニバさん、ローロさんいらっしゃいませ、田中さんもいらっしゃい、初めてコメントありがとう。メイプルさんでいいのかな？いらっしゃいませ。ミキシさん、ともやまさんもいらっしゃい。アタソさん、暴走モード楽しみにしました。ありがとう。サンドのどかさんもいらっしゃい。ブドウさん、ペシェさん、タイガー、リネさんだったかな？いらっしゃいませ。ラインかな？わかりません。国原さんもいらっしゃい。アイスクリームさんに、神崎明さんいらっしゃいませ。サオさんもいらっしゃいませ。よいしょ。さて、来ねえな、商人。何してんだ？冬将軍だから来れないのかな？おっしゃ、ありかが起きた。ってことで、体調の悪いじいさんを寝かせたいんだけど、じいさんどこだ？ああ、じいさんは疲れてるだけか。とりあえず、0度を下回らないように、薪をくべよう。で？木と、OK、材料はいっぱいある。木の方が足りないな。じゃあ木の方を重点的に集めよう。OK。ありかで、ああ、そう。これをあげましょう。それか、やり方が違うのかもしれないね。この冬将軍一気に来るんだったら、この回収済み作業場にする必要がないのかもしれない。とりあえずこのゲームは、襲撃者が夜な夜な襲ってくることがあるので、襲撃者が来た時に何の備えもしていないと、物資とか、食料とかね、そういうものを奪われてしまうので、なるべく家の防御力というか、この穴を開いてる部分を補修できるんですよ。バリケードつってね。で、それで、とりあえず、作れればいいかなと。それが3箇所したら、家の、防御力はマックスなので、まあ、もしこのゲームちょっと興味あるなっていう人がいらっしゃいましたら、そういうのをうまいことやってみてください。初めのうちはね、食料とかはとりあえず人間 2,3 日食わなくても死なないので、とりあえず置いといて、とりあえずガラクタとかそういうものを使ってバリケードを作る。オッケー。話さないよ、今のとは。今はもうバリケード作るのに大変だから。一人で遊んでなさい。よく親が言うやつやな。ちょっと待って。ありか、戻っておいで。ここはじいさん働かせよう。二人で作った方が絶対早い。よし、3箇所終わり。で、これで木が1個。材料が36個。じゃあ木を重点的に取らないとナイフが作れない可能性がある。こことこことここのバリケードが終わりました。さて、6時20分、間に合いそうだね。じゃあじいさんは寝てもらって、まあ食料はとりあえずまだいいや。
で1日を終える。どうしよっかな。早く、ヒミヤね、避難民に奉仕することで知られているが、物資をくれたり物々交換に応じてくれたりすることもあるだろう。ああ、じゃあいいが、聖マリー教会に行こう。多分あれでしょ、神父様がいるんだよね。で、ヘンリクは今日も警戒、防御力は上がったとはいえね。OK、バールは持っていこう。武器も欲しいんだよな。ヘンリクが今武装できないので、防御力は上がってもね、なんか武器がないと。撃退できないことがあるからな。木を中心に集めていかなきゃいけなかったはず。木と、あとは武器の材料だ。物がもうないですが、この教会は迷える子羊のための場所です。どうぞ取引する？何持ってんの？なんもねえな。いらぬ。ちょっと下に下ろさせてくれ。すっ、どうも。物くれ物。誰かいるのかな？こんばんは。こんばんは。物取りに来たよ。ああ、ここら辺の取ったら怒られるやつだ。そっ。あれがないぞ。おい、何？え？いや、どうも、こんにちは。ああ、ダメね。何もしないよ。みんな逃げてたな。何もしないって。なんで？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 何もしないって。いきなり、ちょっと待って。戻る。これで一日前に戻せます。あかんかったな。いきなり殴りかかられた。2日目からスタートです。なんで死にそうになったら急いで右のボタンポチッと押してメニューに戻るってやったら誰かが死なずに済む。くそ、ナイフがあったら返り討ちにしたのにな。またこの一日を過ごさなきゃいけないのか。だから暴走モードでやるって言ってもあれなんだよね。そのうまいことやらないと、初めの物資とか武器が集まらないうちはやっぱりつらい。あれだ、またやらなきゃいけないんだ。いやー、この作業を待つのが大変だな。あ、じいさん暇だろうから、ここを行ってきな。まあ、疲れてるとこ悪いが。バリケード。で、アリカストップ。バリケード。で、バリケード3つ。OK。ね、ヘンリク、ここ直してちょ。ケビシ来ちゃうでしょ。そうね。あれね、時間戻りすぎたらケビシ来ちゃうね。
じゃあアリカはここも補修して作れないんだよな。で、商人が来るとか、イベントが発生するかっていうのはランダム要素なので、もしかしたらセーブする前に戻ったらその日は商人が来ないとか、イベントが発生しないとか、襲撃者が来なかったとか、結構変わります、やり直すタイミングでね。よし、終わった。孫がなんか喋りてぇらしいから、おじいちゃん喋ってあげて。うん、やっぱり今回も商人は来ねえな。一日を終える。どうするか。聖マリー教会はダメでしたね。ちょっとこっち側行ってみる。このちょっと試しでやってみていい？やってみよう、何事もチャレンジだ。あとバールで一撃で倒せるかやってみようか。倒せないと思うんだけどな。さてと、どうするか。バールで窓をこじ開ける。こっち来るか、あれ。来ないな。ここに人がいます。覗くか。めっちゃ口悪いな。動き出した。お、いけるか。いけた。アリカは強えな。で、ここ開けてアリカまた隠れます。そしたらあそこの扉を開けて戻ってきた人が仲間の死体を見つけて近寄ってきます。倒します。オッケーね。もうひどいでしょ。さてどうする。来そうだな。ここにいるんだろう。何が？お、反撃された。よいしょ。待て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 、まあ待て、まあ待て。やばい。おい。こいつは銃を持ってんな。オッケー、アリカ強い。いただきます。ゲットン。さあ、矢探しが始まるぞ。で、このゲームの難しいところは、無抵抗の人とかをもしやっつけてしまった場合、キャラクターが両親の呵責で、うつ状態になったりとか、あとは精神錯乱状態になったりするので、まあ、そこを
うまいこと他の仲間を使ってフォローをしてあげないと、どん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 仲間が減っていくことになるので、まあその、まあ、ゲームの流れとしてはもう食料に困って、自分の息子がもう空腹で死んでしまいそうだっていうので仕方なく人を倒してしまうっていう流れがあるのかな。そこら辺がどうなんだろうね、倫理観と戦うかみたいな、人を殺してまで生き延びていいのかっていうとこなんだけどね。まあ今回は早いうちからもう仲間のためにフルパワーで動きます。でこの盗むマーク、手のマークがねついているときは、盗むとやはり良心の呵責で、ネガティブな方の思考になってしまうので、盗みマークが出てるのは盗まない方が今後のためにいいです。戻ろう。あそこに必要なのはノコギリが一本あったら左のエリアに行けたな。で左のエリアに多分人間がいるので、その人も始末するとあの泥棒マークが消えたはず。いろいろと持って帰ってきた意味深。まあその言い訳になるんだよね。で面白いことに、この面白くはないんですが、このゲームはその男性と女性がいるんですが、あのなんだろう、誰かから物を盗んだりとか、そういう人に対してひどいことをして落ち込みやすいのが女性、あ男性で、女性は比較的強いです。誰かを殺してしまったとか、何か物を盗んでしまったって言っても、生きるために必要だからって言って、結構精神がタフなんだね。そこら辺なんともリアルだなと思って、男の方がなんかうじうじなっちゃいそうだよね。さあアリカのためにジジイがナイフを作ろう。そうだから比較的あの男性と女性で戦闘が強い子がいるんですが、ロマンっていうキャラクターと、あとはボリスカっていうのが戦闘強化キャラとしてこのゲームには存在するんですが、まあその男の子2人はね、そのなんだろう、無益な殺生とかをするとね、非常にうつうつとして大変なんですね。こんにちは隣人の人たち、なんだお前は。あ、今日はいい日になりますよ。私は道を下ったところに住んでいるんですが、へえ、物資を運ぶのを手伝ってもらえるようなら場所を教えます。どうですか。別にいらねえんだけど、まあいいよ、ジジイが行きます。働け、じいさん。今は後期高齢者社会だ。さて、ナイフは作った。木がないな。まああと必要な、まあこのライフルと弾丸があるので、じいさん一人でも十分守れるようにはなったはず。あ、ありがとう、今コメントで教えてもらった。マイナス1度寒いよって。そうだな。焚き火増やそう。焚き火ゼロになってた。オッケー。このアップグレードする前の暖炉って非常に焚き火の燃焼率が不効率なので、なるべく早い段階で上げたいんだよな。
今日3日目か。3日目だったらアリカの空腹がラストなのでご飯を食べます。ごめんな子供、君の目の前で飯を食った。よし、イベントが終わったから多分もうこの場は動かないと思うんで1日を終える。あ、今日宮下さんも生放送するんだ。わお、多いね。非常に危険、空港。じゃあちょっと子供は置いて空港行ってくるか。バールとナイフ。よし。まあ、まず敵を制圧したいな。こっちまで行けるか。行けるね。瓦礫をどかす。ヒヤヒヤさせてくれるじゃねえか。密輸人のことを聞いたことはあるか。悪党どもめ、やつらは俺の持ち物全部奪っちまった。食料、医薬品、宝石、俺を騙したんだ。俺は全てを失った。家族までも地獄へ落ちろ。何もかもすさんでんな。じゃあこの奥にいるのは密輸人ってことね。よいしょ。ふう、さてと。宮下さんから質問が来てる。よいしょ、開いたな。レッツゴー。さあ、アリカ頑張ってくれ。ジジイと孫のために食料と武器を手に入れよう。ここに強盗がいるんだな。今こいつはどっち向いてる。オッケー、隠れる。こっち来るか。まだ行けるか。隠れる。行けそうだな。行くか。武器ゲット。さて、やばい、来たね。さて、どう動く。嫌なとこに立ってんな。攻めるに攻められない感じがする。どうするか。
行ってみよう。忍び寄って、うっやばい、いよいよいしょ、何が殺さないでだバカテ、よしオッケー、収集、危なかった、アリカが戦闘強くなかったら負けてたな。アリカ継承、包帯持って帰りたいね。とりあえず木がないはず。食料、じいさんのために買って帰るか、持って帰るか、買って帰るじゃないな。オッケー、バールで開けよう。いやー、包帯が欲しい。銃の部品か、あってもいいけどって感じやね。いらない。どうするか、なんとも悩ましいな。とりあえず4時、5時までに出口にたどり着かないと、無事に戻ってこれる保証がなくなります、アジトにね。なので、まあ、なるべくとりあえずこれでいいでしょう。太郎、そう、このゲームステータスが一応存在して、アリカとかそのさっき挙げたロマン、ボリスたちは戦闘能力 S クラスだったはず、一番上。あ、ちょっと精神的に病んでるか、襲撃された。夜中に物資を盗んでいった。何取られた、大丈夫か。ああ、今のが怖い目にあったか。じいちゃん、それはじいちゃんの仕事だ。で、アリカの精神がちょっと追い詰められています。ちょっと待って。とりあえずみんながだんだんダメージを負ってきたので、あ、作れないな。焚き木を足して、アリカはずっと寝かせる。包帯任せるかどうかが何とも悩ましいところだけどね。今のは精神崩壊？なんで？ハンバーガー食べたいなって言ってんのに。とりあえずじいちゃんなんとかできねえか。ご飯食べさせることはできないのか。なんとも大変だな。お、ちょうどいいところに。ちょっと待って、アリカがちょっと話して。で、何が必要だ。まず木が必要。で、これじゃ足りないから何かをあげないとね。すり上げんのは怖いな。キーゲット、薬をあげよう。
よし、これである程度物資が集まったと思うので、今アリカとイバノが話してるから、これでイバノの精神状態が向上してくれるといいけどな。どうするか、ご飯食べさせよう。よっしゃ、これが作れたらありがたい。ベッドが作れるのでベッドを設置します。よし、今のはご飯食べたな。で、空腹状態によっても精神面とかがやられてしまうことがあるので、とにかくお腹いっぱいにしてあげるとちょっと好転するかもね。寝ないな。一応使ってしまうか。もうフォローのしようがちょっとないんだよな。じいさんはね、ご飯食べて。あ、商人返すのを忘れてた。まあいいや。子供の泣き声ずっと聞くのはきついな。ご飯食べた。で、空腹状態になったから戻す。なんとかこの精神崩壊状態からなんとか戻してあげたいんだけどな。なんとかならないかな。気温はまだ高いから大丈夫なはず。寝床で寝てくれ。どうしようかな。まあけど大人がいるから大丈夫と思って有川探索に行こう。大丈夫だと思いたいな。食べ物がそれなりにあるし、とりあえずもう開けるものはないのかもしれないな。木、とりあえず木が大切。で、もし負傷状態になってるとしても、こうやって探索に出ると傷の状況は悪化しないので、傷を負ってる人があえて外に出る方が生存率が上がったりします、このゲームはね。あ、木だな。重点的に上げるべきは。さて、こっちは、結構あれだね、行きづらい感じになってた。まあとりあえずあれだね、右側に行ってこの間倒した密輸人たちの何か残ってないか見に行こう。オッケー。こう機内ってなんかあるんじゃないか。お、見ね。包帯はありがたい。アリカかイバノに使おう。ここら辺も欲しいっちゃ欲しいんだけどな。歯車。
なんとも苦しいな。とりあえずは大体は取得してるはずだから、あと何作らなきゃいけないんだっけか。あ、そうだ、ネズミ取り機を設置しないと食料が、食料の需給ができないので、そのために歯車が必要なんだよな。ほらしょ、うん、ダイヤ、ダイヤな、ダイヤと水がある、ダイヤ水、あ、ここはあれだろ、武器の部品だろ、なんともいや、戻ろう。ここで寝ているうちの猫がすっげえ可愛い。なんでそういう姿勢で寝るのみたいな姿勢で寝るよね、猫って。さあ、襲われた、襲われた、え、イバナはいつまじゅう緊張していた。彼はただ床に座りゆらゆら揺れていた。よし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 、ヘンリクが押し返してくれたな。ナイスヘンリク。イバナはちょっと、ヘンリク話して、イバノと。イバノはだいぶ来てんな。さて、いいね、おじいちゃん、いいね、おじいちゃんらしいことしてる。あった、制作継承疲れてる、苦しい空腹か。もう一回話せる、じいちゃん。オッケーオッケーオッケー、いっぱい話をしてなんとか上に上がってきてくれ。オッケー。はい、この不思議な餌事情、なんかわからない肉を使った、なんかわからない肉が2個手に入ります。もうその売買ゲーム怖すぎるわって思うけどね、まあ、そういうゲームの中の売買ゲームなんでいいんじゃないですかね。歯車が10個足りない、了解。あと何足りない、さて、あれが欲しいな。ショベル作っとくか。ちょっと待って。これはできないね。じゃあショベル。今の空腹？空腹か。ちょっと今のに飯食わせるか。肉、よくわからない肉はね、これからちょっとずつ増えるつもりなんで、よくわからない肉を君にあげよう。お食べ。ありかは寝てください。傷の手当てもしとこっか。寝ないってことは傷が治らないってことだからな。いかんな。襲撃による精神的なダメージもあるのかな、もしかしたら。この時点で誰も来ないってことは、多分誰も来ないと思うんだけどな。作れるものはない。一日を終える。
で、まだ空港でいいはず。で、アリカが探索。警戒してて。うん。今のは寝床で寝てくれたらいいけどな。よし。さあ、今回はここら辺の何？瓦礫を撤去して物を回収できたらいいね。とりあえず取っとこう。歯車が10個ないともう一個あれは作れないんだね。謎の肉増幅装置。車2個、いいね。さて、何がある？微妙。開通してしまった。上に行こう。この上も瓦礫があったよね。よいしょ。物がいっぱいんだけど、私に肝心に欲しいものがない。肝心な。これ持ってったら喜ぶ？一個持ってくか。多分関係なかったと思うんだけどな。おもちゃが4つかなんかあったらおもちゃ箱ができたんだよな、確か。ここら辺地下にもアイテムあったっしょ。地下というか1階部分にも。なあ、なんとも言えん。戻ろう。じゃあもうあとは材料しかないな、この空港は。ちょっとは寝てくれよ。寝てくれないとどんどん追い込まれると思うけどな。イバノ君心配。またイバノは民間人を殺す兵士のふりをしたよ。なんだかとても心配だね。まあとりあえずヘンリクが追い払ってくれるけど。ヘンリク喋って。ほら泣いてるでしょ。今のがまあありがたいことにバリケードは完成してたから、なんとか襲撃にも耐えられるよね。ちょっとご飯作るとこ設置しよう。このね、なんだ、あまりにも使えないからな。この、なんだ、野菜か。ほら、話して、じいさん。食べ物ないとね、辛いよね。
あたり作れるか。いいね、作れるな、いいね、作れるな、よし。今の空腹、今のには普通に肉をやるか野菜をやるか。難しい。ちょっと今のは待つ。大人の半分の量で確か良かったんだよな。体調不良か。今の寝てくれたらいいんだけど、動かないんだよな。少しでも物を食わせるか。うん、寝よう。ご飯食べさせたら、じいさんも寝よう。よっしゃ、この漢方薬みたいのを飲みなさい。ちょっとでもね、足しになればいいじゃないか。オッケー、服用完了。じゃあヘンリクも寝てくれ。多分もう誰も来ない。だいたい12時ぐらいまでに人が来ないとその日は何も発生しないっていうね。一日終える。さあどこ行く。空港はもう何もないのが分かっています。半壊した家、あ、こっち行ってみるか。大丈夫かな。子供と寝る、子供と寝たら精神状態って向上するかな。ちょっと頼むわ。また襲撃者来るかもしれんが、集めるだけだから何もいらない。ここまだ人いるんじゃなかったっけ。そうだよね、盗んじゃう。あ、取っちゃダメだ。こっち行けるか。やっぱいるな人。この人がいる限りずっとあそこから物は取れないんだよね。上から行けたんだねこれ、知らなかった。降りちゃダメ。おお、降りてよかった。ノコギリがやっぱりいるな。うん、歯車ゲット。こっち行こうか。よいしょ。ああ、歯車ちょこちょこ手に入ってんな。ただまだ全然足りない。で、ここの人確かね、好戦的ではなかったはず。歯車、いいね。よいしょ。お、いいね、歯車が結構いっぱいある。まだここら辺の ここら辺の火薬とか薬莢は弾丸とかを作るときに使うので今のところ必要ではありません。よし、
これも取っとけんな。オッケー。初めのうちね、何どの材料が重要なのかみたいなのがわからないから、手当たり次第に持ってっちゃうと結構このゲーム積むんだよな。持てる量がね、キャラクターによってまちまちなんですが限られているので、そこはうまく集めていかないとまずかったりする。下降りたら材料あったっしょ。あ、ないか。撤退。よし、とりあえず1週間は経ったな。怒り、イバノは夜怒りの発作に見舞われたようだ。彼はそこら中で叫び、叩き、蹴ってた。襲撃された。誰も怪我はしなかった。何も盗まれなかった。自己防衛はできるだろう。大丈夫か。自己防衛はできるけど、イバノがやばいぞ。絶対イバノがもし何かが原因で死んじゃったら、ヘンリクも釣られていくよね。それは怖いな。ああ、また寒いよっていうので教えてもらったよ。ほらほら、ヘンリク、死ぬほど薪木を焚いてくれ。OK。とか話してあげて、アリカ。あと3個足りない。よし、いいけど作れないんじゃないか。足りないよな。ノコギリ作るのね。ヘンリクは何をしに行ってるんだ？え、何をしに行ったんだ？ヘンリクは。俺がなんか間違って指示したのかしら。ちょっと待って。商人が来た。商人が来たけども、今私やらなきゃいけないのは、あれだ。ノコギリには何が必要かだ。あ、作れるじゃん。やった。じゃあそんな商人に頼らなくてもいいかもしれない。ん？作った？作ってくれたか。オッケー。じゃあ商人と話して今後の対策をちょっと練るか。また肝心な時に来ないからね、商人さんは。お、いいね。どっち？とりあえずこっちを売るか。もっと出せって言われた。弾丸がなくなるのは避けたい。ダメだ、もう一声。
よし、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、あの作れるかどうか試してくるから、あの謎の肉製造機何が足りない？歯車が、そうだ足りないわ。あれ、これの強化で使っちゃったんだ。失敗したか？いや、その強化も必要だった。だから必要最小限のこれはもらっとかなきゃいけんな。コーヒーで、あ、コーヒーと交換できた、やったぜ。じゃあとりあえずこんなもんで、はい、終わり、またね。ドスペか、今のは病気。薬ねえよ。とりあえず一日を終える。さあどうする。空港には何もない。半壊した家、半壊した家はあれだよね、さっき言ったところ。こっち先に行ってノコギリで開けられるところを開けてくるか。一応バールも、なんか倫理観無視でガンガン行こうと思ったら、イバノっていうのがえらい大変やな。大人だけだったらね、もう働き口としか考えてないんだけど、大人は馬車馬のように働けみたいな感じができるんだけど、子供はどうすりゃいいんだろう。食料はありそう。いいね、食料、食料らしい食料だ。ぬいぐるみだ。どうするか、もう盗むか。右のエリアから盗んでどういう影響あるかわかりませんが、何がある。イバノのためにまず薬が欲しい。歯車も欲しい。歯車は俺のためだ。薬じゃないな、包帯だ。これは何だ。ああ、食料、いざって時には取りに来るわ。これはベッドには薬とか置いてないのかい。違うな、病気にまで発展すると、あの漢方みたいなのでは回復しないんだよね。なんともなあだな。アリカの物語ね。出口へ走る。いやけどまだ物は持てるからな。なんか持てるだけ持って帰ろう。ん？何もないぞ。あ、じゃあこっち側から取っていくしかないか。
上だな。ぬいぐるみ。ぬいぐるみばかりすごく集まるな。なあ、ここら辺ね、まあ売れなくはないからな。まあ、じゃあこれでいいか、帰ろう。いやー、厳しい厳しいよ、生きるのつれな。投資？マイナス1度で、そらそうか。冬将軍、そんな影響があるの？やべえ、もうやべえ。ああ、アリカも鬱状態になってる。ヘンリクが死んでしまった以上、シェルターを温めることに気を使わないと、イバナの病気はみんなに移らないことを祈ろう。地獄だ。なんて辛いチャプターを選んだんだ。ああ、大変。話し合おう。じゃあまあ、ちょっとここから明るい未来に行くのかちょっとわかりませんが、途中からいらっしゃる方でお名前をお呼びしたい方いらっしゃいましたら、コメント欄にノット打っていただければお名前をお呼びしていきたいと思います。とりあえず今のに食料。双葉さんいらっしゃい。日野さんもいらっしゃい。のんびりしてね。ニューナインさんもいらっしゃいませ。みかんもちさんもいらっしゃい。まあ、のんびりっていうゲームではないけどな。麦さんいらっしゃい。よし。食べた。これは新しい仲間じゃねえか。来た！パベル、ここにいさせて。いいよ。ただ来てくれたのはありがてんだけど、今ここうつうつとしてるけどいいかい。ちょっとパベル話してあげて、男の子と。マツコさん、ツージーさんいらっしゃい。イチゴショコラさん、シンクさんこんばんは。カルミナさんとライライさんいらっしゃい。ミカサアスナさんもいらっしゃいません。ハトムネさんもいらっしゃい。パベル、お？作れる、やった。ちょっと待って、パベルさ、あのアリカとも話し上げて。アリカも精神的に追い込まれてるから。青い鳥さんいらっしゃい。ペコペコさんもいらっしゃいませ。ペペペンさんいらっしゃい、こんばんは。
病気は進行してる？ああ、重病って書いてるな。薬が必要だ。どうなるか。カホさんいらっしゃい。リョウコさんいらっしゃいませ。いやー寝てくれたらな、病状も改善するんだけど、もう今のは助けられないのか。いやーわかるけどね。冬は嫌いだ、おじいちゃんを返してよって書いてた。悲す。ちょっとありかはねえな。あー日野朝日さん、スパチャありがとう。ライライさんもありがとう。つらい、なんてつらたん。そしてまたできた謎肉製造機。何も作れねえな。こっからいけるか。冬将軍が去ってくれるととりあえず寒さ対策はしなくていいからだいぶ楽なんだけどな。とりあえず全然室温が上がらねえ。4つまで巻きくべたら多少はって感じか。日を終える。さて結構探索はしましたが、どうしようね。幽霊屋敷、幽霊屋敷一番初めに訪問したところだよね。ちょっとパベルに出てもらうか。寝てな有川。大丈夫。さてと、うん、なんか物はいっぱいあるな。こっからありかも。今のも死んでしまってっていう流れあるよね、ワンちゃん。怖すぎる。ハベルだけ生き残って、まあ、仲間がちょこちょこは来ると思うので、その人たちと生き残るっていう流れもなきにしもあらずだな。何にしてもそのなんだ、この生き残るためにな、んとかしないとな。とにかく燃やすものがないと寒さをしのげないからな。だけあれば大丈夫だと思う。水もある、水もあるから、あれだ、ご飯も作れる。よし、一旦ここで帰還なので区切りたいと思います。次回、うん、こんなつもりじゃなかったんだけど非常に辛いシナリオが進んでいます。 This Wolf Mine。
大丈夫なんでしょうか。今の死んでしまいますね。はい、次回お楽しみに。あ、謎肉が増えています。はい、それだけが心の支えです。ではでは。